こんにちは。キーとアキとちーちゃんです。ちーちゃんはお休みです。カバン紹介をしていきたいと思います。ね、前はね帽子、帽子だね。やったね。やっておりました。カバンも多いので、うん、紹介していきたいと思います。おキャプテンズ。じゃあ一つ目。おキャプ。お。ジェシーのトートバッグでーす。これめっちゃインスタとかでも見たことある。なんか黒だし、うん、白のステッチが可愛くて、なんかさ、うちこれの大きいやつを持ってた、私なんか見たことある、うん、フルクだったらしいです。めっちゃ人気だと思う。実家にあったのでパクってきました。みんな好きなの？してほしい。いや、全然好きでなのにあったからびっくりしまして、うん、持ってきました。じゃあ1個目です。イエーイ。私の1個目はこちらです。なんか私もめっちゃバッグ、キーちゃんもいっぱい持ってると思うんだけど、私も結構バッグ集めちゃう癖があって。なんだこれ。これはこうやって使う、これ大好きなあのタイトブースっていうブランドとネイバーフットのコラボのやつなんですけど、こんな感じで省エネの、そう、ここが袖みたいになってて、本当だ。わー、変な感じ。これは着れるんですか？腕だけ寒いなって時多分着れてるんですね。カップで、ね、そうですね。こうですね。怒られちゃう。中は普通のショルダーバッグ。面白い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 やつ。はい。今日もゆるゆるとやらせてもらって。続きまして、はい、リュックでーす。あー、ナイキーなー、かわいい。なんか緑のなんかキッズが背負ってそうな、あ、確かに確かに。リサイクルショップ的な、あ、どこで見つけました。かわいい。しかもめっちゃ綺麗。そう、うん、日線とこが、へえ。なんかこの昔のロゴっていうか、うん、ちょっと斜めてる、斜めてる色もキッちゃんっぽい、ね、そう、緑かわいくて、この色が、へえ、かわいい。最近でもリュック背負ってないんですけど。あ、そう、最近ショルダーにハマってまして。あ、確かに楽だよね。そう、これもかわいくて、うん、ずっと思ってます。いいです。2つ目いきます、はい、私もナイキつながりで、じゃーん。これはなんかこれもまたちょっとそう、いろいろちょっと、しかもまだね、これデッドでタンクソーデッドの ACG です。わー、これ買ったとこがすごい思い入れがあって、うん、あとキーちゃんから紹介あると思うんですけど、11月5日6日にイベントがある場所のミートミートさんっていう古着屋さんで、うん、アリコの紹介で行ったら、さっき ACG 好きだよねみたいな感じで、なんかこれを取り置きしててくれて、これも多分 何十年前とかのデッドで、これはちょっと使わないでねって。ナイキマーカーが、そうなの、ちょっと取ってみようかな、この機会に。お、かわいい。こんな感じ。2つ入ってます。これそう、星だね、星か斜めか、斜めかな。あ、この服の色に合ってます。黄色と、かわいい、同じですね。みんなに困ったら一個言ってください。言ってください。はい、言ってください。はい、二つ目でした。面白いのがいい。面白いのがどっか持ってきた。あと、はい、作ったバッグです。ほやほや、ほやほやね。かわいい。ってことは、メイド？キー。最近バッグを作り始めて、うん、4月ぐらいから始めて、半ヶ月ぐらい。そうだね。すごい。ミシンでやってる。家庭用なんか古いミシンを譲ってもらって、うん、まず電源がつくのが遅い。うん、じゃあ、クチクチクチやって、ブーンってなって、あ、来たってなって。すごい。やる感じなんですけど、作ってる様子とか見れるんですか？動画見たいです。動画見たいですか？見たいです。じゃあキュー、キューよいしょっと。まずはスイッチをつけます。
さっき言ったようにめっちゃカチカチします。あ、ついた。アイロンを使いつつミシンで縫っていきます。結構時間はかかるけどできた時がめっちゃ嬉しいです。肩紐や紐をつけて完成がこちら。じゃん。はい、こんな感じです。すごい。こんな感じで作ってるんだね。全然でやってます。すごい。 手で作れるんだね。すごく作れて生地からね。これは、うん、なんかピンタレストとかで見てて、うん、海外の女の子とかがちょい出さのやつ使ってるのを見て、星マークもあったら可愛いかなと思って、頭の中で考えてたやつを作りました。可愛いなんですよ。なんかこのちょっといびつな星がいいですね。あえていびつにでした。餃子がついてます。餃子好きです。これはカリのカリみたいな。うーん、後々ちょっとして、はい、できたらいいかなと。あー、いいですね。終わります。イエイ。かわいい。ちょっと私も3個目作ってんだとかさっき言ってたんですけど、私もなんとメイドインキー。私この前作の黒も使ってて、で今回ちょっとデニム作ったよって連絡をいただいたので合わせてくださいってことで。色がめっちゃいい。このそう、なんかわざとこういうバスタクみたいなされてる生地があったので、それを作ってみました。いい、なんか真っ黒着る時もあるって言ったので。そうですね、最近真っ黒が多くて、コーデのアクセントというかポイントになるかなと思って。これね、長さが調節できるんですよ。ここでめっちゃ短くしてこうもいけるし、めっちゃいいです。ありがとうございます。そう、荷物多いから夢なんで。いや、でもまた出る。あ、また出てしまう。めっちゃ助かってます。いっぱい入って気に入り、ありがたいです。こんなに身近な人に使ってもらえるのか、ね、でもあれか、手作りだから受注って感じ。そうだね、だいたいオンラインで受注販売みたいなをしてます。概要欄からぜひ見てください、はい、お願いします。おキャプテンズ、はい、はい、紹介終わりました。イエイ。さっきの初見なのが多くて面白かったね、うん、でも使いやすいのは絶対もう。世界シンプル、世界シンプルがいいですね、うん、流行ってるしね。そう、私なんか流行ってる、うん、アレンジはできるので、うん、ね、これあれなんですね、オンライン以外でも見れちゃう。そうなんです。11月の5日と6日の徳島のイベントで作って持っていこうかなって思っております。おー、やった。実際に見てもらうって、うん、販売するのは初めてなので、うん、ちょっとドキドキですけど、めっちゃ楽しいです。いいですね。徳島バンダイ中央ふ頭、福島バンダイ中央ふ頭、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、今日の動画は終わります。次の動画お楽しみに。お楽しみに。バイバーイ。